明日早起きだ私。明日お昼の人だから明日。早起きだ。おでこは出さないかな明日。明日は出さないかな。後で着るわ。お風呂入る前に着ろ。あの次買ったら？でも北海道はもう行くから、行けるの決まってるから、北海道以外かな。どうかな。エロしてくればよかった。してない。買ったらどこがいいかな。京都とか行きたい。京都大阪らへん。沖縄もいいね。確かに沖縄。でも沖縄行くんだったら寒い時期がいいから。暑い時行きたくないからな絶対に。だいぶ先だな。今優勝してもさ、すぐ行けるわけじゃないから。あとの旅行って順番待ちがあるから、きっと行けるようになる頃に暑くなってそうだから、だいぶ先になりそう。関西大阪市、いや京都も奈良もあるよ。行ったこと、修学旅行で行ってない。京都奈良大阪3県。沖縄近い？いや言うほど近くないよ沖縄って。大分からでも近くないよ言うほど。1回しか行ったことない沖縄はね。選挙、総選挙の時。したいな明日。明日だよね。昼勝ちたい、優勝したい。あエペランクシルバー上がったよ。シルバー2まで上げようと思ったんだけど眠すぎて諦めた。皆さん明日もエナジーよろしくお願いします。きっと私あれかな、サイズスピード段数かな。段数が一番で、その欲しい順番で言ったら段数サイズスピードの順番で欲しいから、皆さんエナジーをお願いします。明日も優勝したい。あれだよね、明日からさ2倍だよねポイントが。ちょっとチーム B 総合優勝、逆転で総合優勝狙うんで、皆さんぜひエナジーお願いします明日。今日エペはしてない。いやでも配信の後したから今日したっちゃしたけど、起きてからはしてない。2倍だよね明日からさ。明日からなんかツイッター見たよ、2倍みたいなの書いてきますよ。ソハド確かどこに書いてたっけな。次から得点が倍になりますって、ほらほら。前髪切ってないよ。後で切る。勝たなきゃ明日。夜他のチーム強そう。昼勝たなきゃね。
今日はアイペンやめとこ、やりたいけど後で、明日早いからな。なんだっけ、あ、間違えた。そうだ、あとそう、昨日あれだ、あと100何 RP ぐらいでシルバー2だと思ってやろうと思ったけどマイナスしてやめたんだった。あと203だ、あともうちょい。昨日2回ぐらいチャンピオン取れてね、なんか調子が良かった昨日。うん、昨日調子が良かった。昨日2チャンピオン、でも眠すぎてやめた途中で。え、 B 今4位なの、え、やば。え、3位じゃなかったこの前。え、いつの間に下がったの。ないだろ、いやだ、どんな、なんで急に大喜利始まってんの。やんないよ、やんないよ。クレバの好き、私のってこれにしよう。ノさん、やばい、バグってる。あ、戻った。あとで前髪絶対切ろう。一だと海外旅行で、いや、なんだっけな、もう出てたっけ今回の総合の、総合優勝したら何みたいな、ちょっと覚えてないや。いや海外ではなかった気がするけど、あ、 CM か今回、そうだ聞いたわ。なんかMV とかラジオがあって、 MV ラジオだっけ順番、次 CM か。海外は無理なんじゃない、だって全部ラジオはさ、あの撮影とかじゃないから、そもそもあれだけど、行ってないけど、だって K の MV 撮影どこだっけ、鳥取でしょ。許可とも投げキス、罰ゲームじゃん、それ最下位の罰ゲームみたいな。やだよ、やんないよ、それ最下位の罰ゲームだよ。それ最下位のチームがやるやつじゃん、いつも、あの別にあれだけど、いつも前ゼリフとかだけど、罰ゲームじゃん、そんな。無理そうだけど、
受けたら罰ゲーム。いや明日は負けるつもりないからな、来てやんないですけど明日は負けるつもりないからな。でもさ、燃えずり振るよりさ、まだそっちの方がいいな私。やるんだったらね、罰ゲームで。やんないけど、やんないけど、罰ゲームでやるんだったらそっちの方がいい。燃えずり振るね、セリフが決まってるんだったらいいけど、自分で考えるのって難しいじゃん、そんなこういうシチュエーションでとか難しいからな。やることが何かも決まってる方がいい。やんないですけど別に。うん、決まってんのは燃えゼルフ。大丈夫、え、そんなやりたいわけではないよ、そんなに燃えゼルフ好きじゃないし、やりたいってわけではないけど、セリフ決まってないが決まってる、え、決まってないより決まってる方がいいね。だってうん、そっちの方がいいね。別にやりたいわけじゃないけど、そんなにやりたくはないけど今の人分かる。え、なんかね、セリフは別に自分として考えてた、なんかその時によるけど、シチュエーションとかファンの方が考えてくれたりとかだったけど、セリフ自分たちでだったとかね。なんか基本そうじゃん、大体無セリフってセリフ自分たちで考えて言うじゃん。難しいからな、セリフ考えるの。でその時によるね、その波動の罰ゲームのやつ。やりたくないな明日罰ゲームない可能性はないね。だって誰かが絶対にあるよ、最下位のチームが。今練習いらない、別に罰ゲームしてしたらそれ着ないからやんないよ。練習なんていらない、いらない、いらない、絶対入れたくない平子さんの持ち場で。あ、違うよ、あれはね、罰ゲームのやつはファンの方からなんか募集したやつ、毎回やってて、いつもあるんだよね、最下位のチームがやってる。と筋肉痛、いや1回出るぐらいじゃそんななんない。 4試合、1回っていうか、あのその昼も夜も出たら筋肉痛になったけど、昼だけとか片っぽだけだったら別になったことなかった今まで。両方出た日はさすがになったけど、次の日筋肉痛に動きすぎて片っぽぐらいじゃなんないな。昼だけとかだったら、昼夜両方出た時はなった、次の日筋肉痛だったけど、明日1回休みどうしよう、知らない、いつも行って知る、いつも当日に知るから知らない誰が2回出るとか、なんかどのチームと最初当たるとか全然知らないです。コーチが決める、2回出る人はコーチが決めてるかな、うん、組み合わせとかコーチだね決めてんの。あ、その誰が出るとかね、1試合目誰が出るとか。試合目どこのチームかは分かんない、いつも当日するからな。
でも前回ね出た時ねどうしようかなーって言ってたんだよね、コーチの人が。どっち2回出るか、どっちってか誰がか、3人いるから。下だから分かんない誰が2回出るか。私とマホピョン一緒のような感じだから、どっちも攻めじゃん。だからどっちかが2回出るとさ、一試合はどっちも攻めの試合が出てくるってわけじゃん。でもね分かんない、だから迷ってるみたいな感じで言ってたんだよね、誰を2回出すか。キャプテンが出たら何人、キャプテン出たら、キャプテンはあのシールド貼ったりしてたから前回だから、そしたらそのさこうバランスが良くなるじゃん、守りと攻めで。それもありだよねーっていう話をしてた。だから本当わかんない、誰が2回出るかわかんない、知らないや、明日聞かないと。誰でしょうね、誰が決める、コーチかな、コーチが決める。チーム別にコーチがいて、このコーチの方が決めるから、分かんない、聞いてみよう。どうしたの、次のシーズンコーチになる可能性ある、私が、次のシーズン あるの、そもそも。だってファイナルシーズンって言ってるじゃん、分かんない、あるかもだけど何も知らない。でしかも今回コーチがさメンバーじゃなくって、あのなんていうの、波動のスタッフさんっていうのかな、じゃん。だからそのコーチがそもそもメンバーがするのかって分かんないし、その次のシーズンがあるのかも分かんないいや分かんない、ファイナルシーズンって言ってるから、いや分かんないけど、何も知らないから私分かんないですけど、分かんないです、知らない。あ、進撃の巨人昨日あったんだよね、見てないよ見てないよ見なきゃ、見てない、ランプラップされてた。じゃあ今度時間の時見る。でさ、エペのさあれ欲しいんだよね、区内なんかさセールあるんでしょ今度。でも課金買うとしたら課金ってこと、クラフトメタルで買える、何で買えるんだあれって。でいつそもそもあるのセール、欲しいんだよね区内。なんかエペックスコイン、それともエペックスコインは300しかないよ、買えない。課金はしたくないな課金はしたくないから、かっこいいけど武器のスキンとか。課金かしたくないな、欲しい。でもあの区内がレス使わないけどね全然でもかっこいいじゃん区内だから欲しいけど、いつだあれ、もうちょい先で。エペックスコイン
いよ。はいよ。くない、くないダサい？え、かっこいいよ。レースのくない。じゃレースくないしかないよね、そもそも。なんか今度あるらしいけど。ワトソン、この好きだけどな。これなんかよくわかんない。なんていうんだこれ。エネルギーリーダー。あ、ダジャレ？全然気づかなかったわ。ごめん。普通に読んじゃったわ。全然気づかなかった。分かんなかったよ。バトルパス？パスも上げたい。今14、全然進んでないわ。したエナジーね、そのエナジーめっちゃ大事だからお願いします。前よりねちょっと上がりにくくなったみたいで、前のシーズンより。なのでたくさんいる前以上に勝ちたい。明日優勝したい。2回目。何時から？ね、12時から撮った気がする。12時から。皆さんぜひ、エナジーを。どの数で使うのがベストかはちょっとわかんない。私やったことないから。ぜひ皆さんお願いします。エナジー大事なんだよ。あれ上がんないと勝てないんだよね。そう、あれが一番大事。あれは最初に全部上げちゃう。その試合がどんな感じになってるのかによる。その1回目の試合で結構負けそうだったんだったらボールだいぶ欲しいけど、そこまでぐらいだったら決勝に向けて残してほしい。でもそうだね、負けそうだったら決勝に行くのが大事だから、まずとりあえずその、どの感じになってるかだね。その時結構余裕持って勝てそうぐらいだったら、点差あって勝てそうだったら一試合目でそこまでボールいらないし決勝に残しておいた方がいいし、でも点差つけられちゃってたらボール欲しいかな。僅差ぐらいだったら残したいけど、決勝にボール、次の試合にボール、その試合がどんな感じかによるかな。明日も勝ちましょう。ハード勝ちましょう。どうにバレー経験切るのかな。わかんない。ちょ
と違うからな。旅行行きたい。前回優勝したけど、もう一回優勝して違うとこ行きたいんで、違うとこにも北海道以外にも行きたいんで、勝ちたい。チェルビー今最下位みたいだし、総合が。明日優勝して、明日からポイント倍だから、優勝した時のポイントがちょっと逆転、逆転しましょう。毛ぶち切りなの？それやばいな。北海道行けるよ。だって前回優勝したんだもん、私。優勝しましたからね、前回。ついに。ついに勝ったから。行ける。北海道は確定してる、行けるのが。で、次もう一回勝ったら、どっか好きなとこ行ける、また。逆転で総合1位。いや、明日優勝、一回、優勝するだけじゃ無理じゃない、多分。その B 優勝、 K 最下位、 K 最下位でも無理なのかな、わかんない。まあ、今のポイントのさ何点かが知らないから。あ、ツイッター見たら来るかな。優勝でポイント何点かもわかんないや、ちょっとわかんない、ダメだ。昼夜優勝すれば逆転できると思うけど、それは厳しいだろうから、きっと昼より同じチームが優勝って今までないからね。何点差か、無理だね。じゃあ一回、じゃあ順位のポイントだけだもんね。自分がさ、こう倒したポイントも入ればいいけど、入んないからさ、順位のポイントだけだ。同点だった場合は得点のポイントが高い方だけど、とりあえず優勝しないといけない、明日も。頑張りましょう。明日朝早いんだよね。明日6時ぐらいには起きなきゃ。6時か6時半ぐらい。メイク配信はしない。メイクする時間あるから、しない。メイク、メイク道具持っていく。明日も早いよ。波動昼の時は早いんだよね、朝。当たり前か。当たり前か。朝早いんだよね、お昼。6時から配信しない。帰ってきてから配信する。多分ね、波動始まる前時間なさそう。いつも時間ないんだよね、始まる前。そんなに早くない？ 6 時起きは早いよ。6時起き早いよ。普通に早起きだよ、6時は。普通に早起きだよ。自主練、明日、いや自主練できなそう。なんかね、多分昼夜で試合じゃないわ、波動ある時は自主練する時間がないみたいで、できないみたいなんだよね。前回もできなかったもん、練習する時間なかった、昼も夜も。だから1日で2回やる日はないみたい、練習する時間。そう、世界なかった。
対前髪切ろう。波動ここつけるからさ、抑えられて前髪が長くなる。邪魔だから切っとくわ、後で。前髪あげない。明日下ろすよ、明日も。あげない。普通にお客さんとして激励したコースで授業行ってる。いやね、そんな時間がないんだよね、そもそもが。普通に、メイクしないと時間ないからね。そんな練習するような時間がないんです、そもそも。早く行ったところで多分空いてないだろうし、普通に営業前だろうし、無理でしょ。短めに切る、いつもぐらいの長さに切る。いつもぐらい、目にかかんないぐらい。明日が早い時どういうこと？明日が早い、昼に波動ある時ってこと？それ昼に始まったら早めに終わるね。そりゃそりゃ何か音するけど、せ、あ、あれかな、あの PC のファン、 PC のやつかな、これでしょやってるやつ、多分 PC の。お弁当は1回だね、だって昼だけしか出ないんで、2回じゃないんで、昼夜じゃないんで、お弁当は1回か。明日の服、あ、着てく服決めてないね。何着ようかな私服、別に私服着てさ、明日なんかするわけじゃないし、なんか適当に着てこっかなと思ってるけど適当に着てこっかなーって。ワンピース着てこっかな、チェックのワンピース、よく着てるやつ、あれ着てこっかな。どうしようかな、何しようかな、違うの、うん、何しようかな。いや、セットアップじゃなくて、あ、着ない。明日ワンピースで、いや、楽なやつで着てく楽なやつそうやって、別に私服でさ、こうなんか出るわけじゃないから、ハード楽なやつ着てこできたいいんだよこれで、うん、これでいいんだよ。私服で波動してるの動きづらいよやだよ絶対。
ロギーもらえないよ、あれ。あんな持って帰れない、あの大きいの。もらわないです。あ、明日鉢巻きどうしようかな、どこつけようかな、髪につけるか腕つけるか、明日の髪型次第かな。頭つけてもいいけどな、明日の髪型次第ですかね。明日曇りなの？まあ雨降らないだけいっか。雨はやだね。傘持ってきたくないんだよね。傘邪魔じゃん。いや傘降る、傘、雨降ってたらさ、傘はささないけどさ、濡れちゃうけどさ、本当持ってきたくないんだよね。邪魔だから。持ってくけど、雨降ってたらそりゃ濡れるの嫌だし。カッパなんか、カッパ発射とかじゃないけど、別にカッパの方が嫌だけど。あ、折りたたみ傘持ってるけど持ってかないな。まあ、折りたたみ傘なんか使った時がめんどくさくない？しまうにしまえないし、濡れちゃったら。ポンチョ、カポンポンチョも一緒でしょ、言い方が違うだけじゃんそれ。夏の日傘、いや日傘は別にいいな。だから日傘濡れないじゃん、雨降ってる時に挫折じゃないからさ、日傘。だから別にいいけど、しまえるから、畳める、ケース入れれるじゃん。でもさ、濡れたらさ入れれないじゃん。日傘は別にいいけど、ケース入れてカバンの中とかしまえるから。別に、でも雨降ってる時にさ、折りたたみ傘使ったらさ、ケース入れてカバンの中入れたら大変なことになっちゃうじゃん。だからいいや。日傘は別に、日傘を差す、うん、日傘でも眩しいの嫌だから。夏焼けたくないのもあるけど、あるし、なんだろう、この紫外線がこう目に当たってる感じ苦手なんだよね、すごい。なんか、なんて言ったら、痛いとはちょっと感じ違うけど、なんか違うけどさ、なんていうの、その目に当たってる感じが嫌だから。日傘はさす、焼けたくないのもあるし、紫外線目に入ってる感じが嫌だから。なんか痛いっていうか、痛いちょっと違う、なんていうの、こう当たってるって感じがするの、わかる？伝わるかな。それがなんかちょっと嫌だから、眩しいし、わかる？そう、なんか、なんていうの、痛いとはちょっと違うけど、当たってるって感じがするじゃん。それが嫌だから日傘さすけど、冬はささない。めんどくさいし、年中日傘さしてさ、日焼け止め塗る人すごいよね。無理だよ私、顔は塗ったりするけど、その今日めっちゃなんか太陽出てるなって日とか顔はね塗ったりするけど、もう塗らないもんな。そう、腕はさ別に出てないからさ、塗らなくても大丈夫じゃん。で塗らないし、明日があんま塗らないな、夏以外。
一年中乗る人すごいわ。絶対に焼きたくないみたいな。めんどくさいもん冬とか乗るの。でもボディクリームボディクリームはさすがに私も塗ってるな。お風呂上がり乾燥しちゃうからね。冬でも塗る人いるね。普通に年中紫外線ってあるからね。本当は塗った方がいいんだけど、一年中塗った方がいいんだけど、まあ、夏よりか紫外線少ないしと思って結局塗らないんだよな。顔は塗るけど、髪圧で濡らそっかな。濡らしてアイロンしちゃってるから、これ癖取らなきゃ。いやでも取れてるか、アイロンいいかな。このまま切っても面倒くさいんだよね。巻いた方がいいかな。ちゃんと濡らして乾かして切るべき。いや日焼けしたくないんだよね。日焼けするとさ赤くなる、痛いんだよね。皮膚めくれるからさ、うん、だから焼けたくない。黒くなるのも嫌だし痛いし明日巻くのは時間、明日はメイクさんいるから別に自分やんなくてもやってもらえる。鏡変えた。鏡ずっと同じの使ってる。あのこれあれ、あの持ち運び用のポーチに入れてるちっちゃい鏡。これはさすがにメイクするのこんなちっちゃい鏡じゃ無理何も見えないわ。メイク用の鏡はね別変えてない。顔むけるって、うん、赤くなってむけるか。皮膚が顔のこう赤くなってさ、なっちゃうタイプだから、いや焼けるの痛い。え、長い髪ある？ん？目に入ってる。絶対切ろう後で。長いわ、耐えれないわ。もうだから日焼けするの嫌なんだよね。痛いから顔赤くなっちゃうし。顔赤く、日焼けしたらさ赤くなるタイプの人とさ、なんなくなんない人いるじゃん。何もなんない人、赤くなるタイプだからね。まあだから焼けてもめっちゃ黒くなるわけじゃないけど嫌だね。
開けたくないじゃん。クラクラなるのも嫌だし、痛くなる、痛いから開けると。赤くならないと赤くなるそうだね、そう吸収していくみたいな感じだよね。焼けたくないな。白い方が良くない？先生だけどトリートメントしました。美容院で、美容院ではしてない。でも昨日した。家で普通に市販のやつ。週1、2回ぐらいやってるトリートメント。美容院もうそろそろ行かなきゃだけど。その時メイクしても汗で落ちない。汗でそんな落ちることないな。めっちゃもうほぼほぼ落ちるみたいな危ない。コンサートの時の汗かくしな、波動より。今日いつもより肌も白い気が、肌白い、いつもより。一緒だけど何も塗ってない顔。メイクしてないから、メイクしたらちょっと白くなるけど、下地とか塗るから芝2は上がってないよ。今やっぱ開いてるけど芝3あとね、203で芝2。汗かく、汗かくよ。汗かかないやばいでしょ。そしたら代謝悪すぎるよそんなの心配になっちゃう。代謝ってエッペしない。明日早いからしないでおく。この後お風呂、前髪切ってお風呂入んなきゃだからやめときます。今日は明日する。チャンピン、あ確かにチャンピン1回か。確かに203なら確かに。ちゃんとキルポ取ってチャンピオン。する。あー確かにいけるけど、あと30分ある、一試合203か。微妙な数字ではあるけど、一回だけするか。嘘、テロップ一応書いとく。ゴールドまであげたいけど今の時間では無理もうめっちゃキルしないと。あでめっちゃキルしても無理だな Silver3 あげれたらいいな。2か、今3だ。よいしょ。オッケー。朝までにゴールド？それ私明日ウォールで行かないといけなくなっちゃうよ、ハードやめてよ、寝させてよ無理だよ。強そう敵チャンピオン。ダイヤバッジ光ってた。私よりは確実に強い。
イペ課金できるけど、課金して強さが変わるわけじゃない。見た目しか変わんない、課金しても。ワンパ1かな。こっち行くね。待って、やばい、敵いる、やばい、私もいるわ。いやー、やばい、エヴァしか持ってない。待って、やばい、待って、私視野だ今。やったやった、一人。ちょっと待って、ディボーション、入れていいかな。やって、やばい、ダメだった。あ、ダメだったじゃないわ、大丈夫だった。何言ってんだ私。何してんだこの人は。1キル1アシストデュオ、これ。核入れようとしたら入んなかった、さっき。もういっか、これで。これさ、え、後折りだよね、あっちにもう一個いるか。私視野か、そっか。ブラハかと思ってた。いつの間に視野にしたっけ、記憶がないんだけどあれ、視野か。私が覚えてないだけか。バッグ欲しいな。取れない。よく喋る。いや、喋んないと。これめっちゃ無言でやってたら何してるのってなっちゃうでしょ。普段喋んないけど、別に一人でやってる時は喋んないとつまんないでしょ。あ、間違った。あ、ネメシスある。やっぱネメシスだよね。ディスコもらおう。もうちょっと漁りたいんだけど、早い仲間がやばい待って待って、置いてかないで。どこ行った、早いよ仲間。視野ね、スキャンじゃない。さっきスキャンしようとしたらさ、視野でできなかったんだよね。それで気づいた。あ、今視野だわって。めっちゃブラハの気でいた。え、ちっ、敵いる、やばい。それ、待って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 。あ、 いるいる近くいる。こっち、こっち来てる、一人、一枚。
美味しいな。39,86入れてやられたよ。なんでゲームやってるの？なんでゲームが好きだから？あ、頑張れ仲間、仲間頑張れ。いやー、あぶつわ、頑張れ。やばそう。壁じゃん。いいね、頑張れ。やられた。あ、なんていうゲーム、なんでしてるかと思った。エペです、エペ。いや、頑張った頑張った。プラス200はできなかった。マイナス23だ。マイナスしてるわ私。プラスどころかマイナス。あと1回できるかな。あと1回やろ。シアシアじゃないわ、プラハにする。プラハマイナス23でした。でもキルポに、キルポにしか入って、順位が低かったからキルポが。よし、取られそう。ブラハ取られた。またしちゃうじゃん。仕方ないな。仕方ないな。しょうがない、しちゃうやろ。取られたよブラハ。仕方ないから。ブラハ使いたかったんだけど。邪魔す、回さないで。飛んで。やばい、回ってくるかな。おお、飛んで飛んでくれた。かぶりそう、そこ大丈夫かな。やっぱいるよ、うちら通りだけど大丈夫、いける。それは信じるよ仲間を。待って、いるいるいる。無理すぎる。あ、めっちゃ入ったよ。やばい、めっちゃ、なに、めっちゃダメージ入れた。頑張った頑張った。ウィングマン使ってるかな、あんま好きじゃないんだけど。ちょっと練習練習。え、なんで味方、ねえ、なんでそんなアマ持ってんの。え、私白で青と紫なんだけど、なんで。私も欲しい。あと64で進化する。惜しいよねこれ。66ダメ1人入れたからさ。どこいる敵、いるさ。なんていらないよ。
あ、てかも、ライターも欲しい。これなんか、なんかないかな、他の武器。この武器探そうかな。ライターもない。リボがあったっけ。リボシャモトかな。これでいいや。見た。あ、待って、こっちだ。ふう。上上がるね、私。それ下行った方がいい感じか。仕方ない。下って。ちゃって、ちゃって、そこか、ちゃって、やばい、どうするよ、仲間やられてよ、一人、いや、どう、こいつやっと。待って、上がられてる、上がられてる、待って、やばい、あー、やられた、私もう最悪だ、もう無理だ、これもう最悪だ、最悪だ、これ何もできなかったわ、今やられた。あと一回いける、いけるよね。次はブラハを使わせてくれ。ブラハを無理だー、なの。いやー、最初さ、なんだっけ、バルキリーさ、アモって肉ちょっと削ってってして、そのままダウンさせたかったんだけど無理だった、逃げられたんだよね。いやー、美味しかった美味しかった。ラストラスト、え、次、え、また3番目なんだけど、また使わないで、ブラハ、私が使いたいシアは使っていいからあ、いけるいける、ファス、ファス、カタリスト、ブラハ、よし、みんな前回のシーズンゴールドじゃん、よし、次はチャンピオン狙います、チャンピオン、チャンピオン、チャンピオン。いやね、視野ね、難しくなった、なんか見づらいんだよね、敵が真ん中に映ってる時めっちゃ見づらくなった、色がワンパ来てる、1かな、真ん中取れるね、私奥行きまーす。おー、ハボックか、ネメシスかと思った。オッケー。あ、いい感じ、武器。もう全然戦える。カービンハボック。いいじゃん。どこ敵？今はあれね、私。シアじゃない、ブラハまあダメだこれ、え、どこいる敵、スキャンしたいけどどこら辺にいるか分からない、全く、こういう人も大丈夫かな、どこいるんだ、違う違う間違えた、今はブラハ、
あー、いらない。これ。指描くしかないの？いらないな。紫じゃない、今。青。あ、まあ。どこだ？敵。倒したい。キルポが欲しい。え、いなくない？どこ行った？え、だってどこも行ってないよ、サプライ。いる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 。そこいる、そこいる。いたいた。サプライ空いてなかったからいないかと思った。普通にいた。あ、一試合もいる。オッケー。え、待って待って待って、それはなんで、なんで当たるん、あれ、なんで、なんで当たった今私。ちょっと待って、ちょっと待って、本当だ、上いる。どうする、上取られてんの、やばいかもしれない。あ、上から撃たれてたん、これ。上から射線通るの、穴開いてんだ、ここ。え、穴開いてんだね、あそこ。知らなかったよ。間違えた。やばい、それやばい。ここ、そっかな、ここで。やばい。やばい。あ！肉肉、それ。ナイス。え、私から起こすんや。オッケー。紫はもらおう。よし。待って、やばい。回復しときまーす。よし。アシストもらった。あ、 あったあった、デスボ。どこ行ったかと思ったよ。ネメシス誰も持ってないのか。エルスターはいらない。エルスターはいらない。よし、なんかカラス変なとこいるんだけど、あんな届かないよ。無理だよ、あんな上。無理だよ、あんなとこいて。ね、ネメシスマジで強い。ない、でも今ハボしか持ってない。よいしょ。肉削れてるな、あとで回復しなきゃ。紫アンはもらった、さっき。全然100ダメしか出してないけど。いいのもらっちゃった。いけ、カラス。よいしょ。よいしょ。間違えた。あー、来た、ネメシス。欲しかった、これが。あ、なんか全然いらないのいっぱい取っちゃった。待ってたよ、ネメシス。びっくりした、いるかと思った。えい、銃声聞こえる。行きますか。行きますか。
嬉しいね、ミセス。え、あと来てるかも。自分の音聞こえる。うっしゃじゃないからあれなんだよな、見えない。さあどこいるかな。うっちじゃないか。チャンピオン取りたい。チャンピオン、どあカラスどこ行った。いると思って行こうと思ったら消えたんだけど、カラスどこだよ、どこ行った。逃げられたカラスに。ウルトはね使わない、だっていない。すっごいとこに刺してるね、アビリティあオッケー、すごい味方がすごいところにアビリティ置いて。あ、え、いる、そこ今見えたよ。どこ行ったか分かんない。でも多分敵え、チャラ、気のせいか。いや、あそこだ、撃ってる、あそこで。あと10分ね、オッケー。あと11部隊だから、まあきっと大丈夫。よし、キロポン2入ってる、アシストで。左もいるね、これ。さ、これ挟まれないようにしないといけないよ。挟まれたらやばいかも。当たんない。あ、カラスいるじゃん、こんなところに。さっきどこ行ってたんだよどこ行ってたんだよ。こっちいる？いないか。どこ行った？敵。下行こう。お、バッチあるじゃん。たま。これちょっと。撃たれてる？いるよね、そっちも。だと思った。で、来てる来てる来てる、やばいやばい。あーねー、アークでやられたよ、私ダウンした。何もやってない本当に。2枚いってる。あー、入れないで書く、やられた。何もやってない、私が一番ダメージ少ないよ。何もやってないわ、ダメだ。でもプラス25、何もやってないけど。でもちょっとマイナスか。でもマイナス19ぐらい。あと221だから200202とかだったよね、ちょっとっけ。でも20くらいか。まあいいな、いいでしょう、このぐらいだったら。まあ全然少ない。よし、今日は終わり。明日する、また。まあ明日朝早いからね、今日この後もやんな。テロップいった、消して。なんかさ、ブラハスキンがちょっとダサいんだよね。いや可愛いけど、これもチェックの
チェッカードパスっていうのを使ってるんだけど、ちょっとダサい。前何使ってたかな、前のスイッチやってる時なんか使ってたんだけど忘れちゃった。何がかっこいいかな、ちょっとなんか違うのにしたい。何がいいかね、なんかいいのがないや、ちょっとダサいのしか。いやー、これクラフトみたいに使いたくないな。なんかいやでも欲しいのがないんだよな。なんかいいのないかな、スキン。ないわ欲しいのが。いいやこれで。今持ってるの、今してるやつので、いやなかった、欲しいのが。スキンちょっとダサい、今使ってるのチェッカードパスト。あ、いいや、これでいいや。って思ってないでしょ今。 Apex バックないね。終わろう、ゲームを終了。シャットダウン、ちょっと待ってね、これと、ちょっとダウンロードしないといけないのがあった。でもすぐ終わるか。大丈夫そう。あと2秒、1秒、終わった。 100% なのにダウンロードしてましたって。あ、これをやっといて。え、スリップしない、いつも。なんかね、そんなにしょっちゅう開かないから PC。 毎回シャットダウンしてる。毎日は起動させるけど PC でもね、なんか起きてる間結構使うってわけじゃないから、全然使わない日もあるし、シャットダウンしてるな毎回。
あ、そうだ、あれやんなきゃいけないんだ。いつまでだ。やんなきゃいけないこと今思い出した。明日すれば間に合うか。後で見とこ、いつまでか。全力応援お願いします。皆さん、ハロー、エナジーをたくさんください。エナジー、エナジーたくさん。ダンスサイズスピードかな、欲しいな私。この3つをください。エナジーを。明日も優勝したい、優勝したいんでください。できた。50分ありがとう。タイミングいいね。だってね、マウスの電源切る。よし、ランキングを読みまーす。13位からランキング読みます。13位、ウドさんありがとうございます。12位、としのりさんありがとうございます。11位、おまめさんありがとうございます。10位、なかみーさんありがとうございます。9位、香港の春もアットマーク京香おいさんありがとうございます。次8位、ジョークスノーさんありがとうございます。7位、ゆうじアットマーク山田京香さんに恋をしていますさんありがとうございます。6位、あきひこさんありがとうございます。5位、回答1412号さんありがとうございます。4位プッチンニさんありがとうございます。3位マルさんありがとうございます。次2位バトニーさんありがとうございます。そして1位がフロマンさんありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう、以上、ありがとうございました。明日の配信は波動お昼だから、波動終わって帰ってきて夜するかな、多分夜するか、帰ってきて一回やるか、疲れてなかったら眠かったら寝ちゃうかも。明日朝早いから、そして波動なので、ぜひ皆さん、あのアプリで見れるんで見て、エナジーっていうのを投げて応援してください。チーム B の総合優勝かかってるんで応援してください。アプリで見れる。12時からですね、12時からお昼やってるんで、お昼と夜あるんだけど、12時18時かな。私は12時の方に出るんで、18時の方も応援してほしいけど、12時の方もぜひお願いします。見に来てください、見てください、勝ちたい勝ちたいよ、明日も優勝したい。だからお願いします、エナジーを投げてください。私にツイートしとくね、明日。明日ツイートする。ダンスサイズスピードが欲しい。12時お願いします。
ペヤングも投げます。ペヤングは大丈夫ペヤングは大丈夫エナジーだけで全然いい、うん、もう十分勝ちたい。まずは決勝に行きたいからね。決勝行ってまた勝って、ちなみに2回目の優勝優勝しましょう。明日も勝ちましょう。そうそう、時間か。じゃあ明日は帰ってきて、帰ってなかったらやるかも、配信時間があればやって、夜は一回するかな多分。夜今日と同じぐらいの時間で一回やると思うんで、じゃあまた明日の配信で。夜、うん、夜はやる絶対に。じゃあぜひハド見てください。明日応援お願いします。じゃあね、また明日の配信で。ありがとうございました。またね、バイバーイ、おやすみなさい。また明日、おやすみ、バイバーイ、またね。